はい、じゃあよろしくお願いします。今回は数3の数列の極限丸10無限逃避級数についてお送りします。で、数列の極限、これで10本目で、今回で最後ですね、このタイトルは。で、今回はこの2問やりますので、まず1回ね、動画止めていただいてチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば、今からね、自分が両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回はですね、まあ無限級数があって、それが収束するような x の範囲を求めに行きます。だからもろに x がね入っちゃってるんですよ。で、その時、あと収束する時の和も一緒に求めるんですが、まず前回の動画でやったように、こういう無限級数が収束する、無限逃避級数かが収束する条件は、まあ、主役は公比ですね。公比 R、絶対値公比 R が小なり1と。この範囲に入ってれば必ず収束すると。いいね。収束条件はこれになります。で、その時の、この時のね、和が、1マイナス R 分の A と。A は初項ね。で、これを前回やりました。で、もろにこれを使っていくんですが、実はちょっと付け足しが入ります。まあ、あえてね、前回の動画では言わなかったんですけど、で、ひとまずね、ちょっと、含みを持たせて囲っておきましょう。まあ、一番はね、これで攻めることができるので、いきます。で、これを確認すると、まず初項は、そのまま1で OK ですね。で、公比は何をかけてるかなって考えると、まあ、1から3分の X いってるので、3分の X ずつかけてるだろうなと。その次もね、9分の X2 乗になってますからね。じゃあ、この R を使って、絶対値 R のところに3分の X を入れます。そうすると、絶対値3分の X、小なり1と、こうなります。で、あとこれを解けばいいんですけど、まあ、向きがね、小なりになってるんで、絶対値の中の3分の X を真ん中に書きますと。で、小なり、この向きで囲って、ここが1なんで、マイナス1と1で、これを囲めば OK だと。で、全体に3をかければ、X、マイナス3と、これね、3と出てくるので、今回 X の値の範囲はこれが答えになります。マイナス3から3です。これで終了。いいかな。ちょっと大きく書くか。答えだしね。じゃあ、分かるようにちょっと範囲の範だけ書いておきますね。範囲はマイナス3から3と。これで OK。で、同じように和も求めていきましょう。A のとこに1、R のとこに3分の X を入れればいいので、右下でいいかな。1マイナス3分の x 分の1ですね。で、これはまあ分母を通分してしまった方が楽かなと思います。なので、これ3分の3、1ね。3分の3なんで、分母は3分の3マイナス x 分の1とこうなります。で、まあちゃんと丁寧にやるんだったら、まあいつも言うようにね、5分の2っていうのは2割る5なんですよ。こうやってね、やると。同じように、これも1割る3分の3マイナス x って考えれば、割る分数ってかける逆数になるから、結局これ、分母がひっくり返って、3マイナス x、うん、下にこうね、下入るわ。3マイナス x 分の3と。これが、和の答えになります。なので、使ってるのは前回覚えた知識だけですね。絶対値 R、小なり1がまあ範囲で、和の方が 1-R 分の A と、こうやってください。いいかな？で、問題がね、2番なんですよ。2番。で、まぁ、ちょっとね、ごちゃごちゃしてますよね。で、まぁ、X は2にならないよって、まぁ、分母が0になっちゃうからね。それはまぁ、除きますと書いてあるんですが、同じようにやっていくと、まず初項はこいつですよね。なので、ちょっと左からいきますね。初項は x-4 と。で、公比何かな？何かけてるかなって考えると、まあ、2x-4 分の x。まあ、これをかけてるんですね、だんだんと。まあ、何が増えてるかなって考えればいいので、まあ、ここは OK かなと。
で、問題がですね、今まで、まあ、前回の動画もそうなんですけど、今までのって初項が定数だったんですよ。まあ、1とか、数字だったんで、確実に。で、今回はね、初項に文字が入ってるんですよ。で、これは意図的にね、ここで初めて出したんですが、この時、収束の範囲1個増えるんです、これ。何かっていうと、本当はね、絶対値 R、この、公比が、1より、まあ、ちょっと、小なり1だけでよかったんですけど、ここに、初項が0の時も収束に入ります。今までは初項が0じゃなかったの、全部。定数だったから。だから、あえて言わなかったんですけど、文字が初項にある時は、初項が0も入れてください。なぜかっていうと、初項が0になったら、その後公比って掛け算でしょ。何かけたって全部ゼロなんだよ、絶対に。だからゼロに収束するじゃん。全部ゼロなんだから。だから、初項がゼロになったら収束。で、その時の和は、1マイナス R 分の A ではなくて、ゼロだからね、和は。いい。だってゼロ何ずーっと足してもゼロはね、ゼロだからさ。っていうのが足されるので、まず1個目として、文字、初項に文字が入ってたら、まあ、初項イコールゼロ。あれだね、X マイナス4イコールゼロでいいか。まあ、初項が0なんで、この時、つまり、x イコール4の時、これが1個目の収束の範囲として使えますっていうのを書いておいた方がいい。忘れちゃうからね。で、r に関しては同じです。もう、絶対値 r なんで、ちょっとめんどくさいですけど、絶対値、2x マイナス4分の x 小なり1と。で、まあ、これは絶対値がね、分母と分子に分けれます。絶対値 2x マイナス4分の絶対値 x って。で、絶対値 2x マイナス4を両辺にかけると、あ、よいしょ。こうなりますね。で、どうしよっかな。左。いっか、下行こうか。これ両辺2乗します。すると、まあ、絶対、2乗するとね、ルート外れと絶対値外れるので、x 2乗、小なり、これは2、カッコの2乗だと思えば、4x 2乗、マイナス、16x、プラス16と。では、まとめましょう。3x 2乗、マイナス 16x、プラス16、大なり0か。こっち向きだね。で、ここを因数分解すると、3x と x、4、4でいけるか。マイナス4とマイナス4だね。で、こうなります。で、x は3分の4と4が解として出てくる。で、向きがダイナリーになってるんで、まず、小さい数字の3分の4より小さい時と、大きい数字の4より大きい時っていう。これが収束する範囲、2個目ですね。さっき1個出したから。で、今、収束する時の範囲、x のね、値の範囲をまず出さなきゃいけないんで、こいつとこいつをくっつけて、かけるかな。いいか、上で計算すればいいから、まず範囲から書きましょう。範囲の答えは、これがメインになるんですけど、x が4の時も OK。つまり、ここにイコールを入れることができるので、範囲は、x、小なり3分の4、点と4、小なりイコール x。これが、まず範囲の答えになります。で、気をつけるのは、和は分けます。いい。この時はこっち。ゼロの時、つまりこっちね。この時は和はゼロなので、それと分けて書いてください。で、まあね、こっちを求める必要があるから、1マイナス R 分の A。またな。ほんと、1マイナス R がめんどくさい。で、A もあれだね。こうなってると。まあこれ分母をね、通分しましょう。1は 2x マイナス4分の 2x マイナス4だから、ちょっと暗算で頑張るか。x マイナス4。こうなるんだね。いい。で、これは、さっきと同じように考えれば、かけるひっくり返すから、x マイナス4分の 2x マイナス4とこうなって消えるんだよね。だいたいこういう風に上手くなってるんだけど。だから残るのは 2x マイナス4のみです。いいかな？ってことで、和の答えは、まずどっちからいこうかな？こっちからいこうか。x イコール、4の時、和は0です。いいね、さっきやった A が0の時、和は0だからね。で、こっちの範囲。
x 小なり3分の4、4小なり x、イコール入れちゃダメだよ。イコールはこっちと分けてるからね。の、とき、入るか、いけるか。和は 2x マイナス4と。これで終了となります。なので、まあ、使ってる方針は前回と同じです。基本的にはこっち。ただ、初項に文字が入ってしまったとき、このときね、は、初項イコール0が収束範囲に入りますので、そこをまず入れる。そして、そのイコール0のときと、普段で出してきた絶対値 R を使ってる範囲のときは、和が別になるので、そこを気をつけて答えてね、まあ、変な減点もらわないように、ぜひしてみてください。では、今回はね、この2をやらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。最後まで授業を聞いてくれてありがとうございました。今表示されている動画や再生リストの方から他の勉強内容だったり、あとはテーマを決めて喋ったものに飛ぶこともできますので、よかったらそちらも見てみてください。また、チャンネル登録や高評価していただけると励みになりますので、よかったらよろしくお願いします。では、またね、次回の動画で会いましょう。お疲れ様でした。